平岡定太郎昭和17年8月26日は、日本の内務官僚、唐太町長官、福島県知事、小蔵医、君さ参等、兵庫県平民、作家、三島幸男の祖父、農省務官僚、平岡あずさの父、文久3年6月4日、張間国稲見郡城吹村に、農業を営む父、滝地と、母、 鶴の間に次男として生まれる。少年の頃は行動精神を基調とするカナ塾に学んだ。ここでは中君愛国の講和が行われた。兄万次郎はやがて姫路の洋楽塾へ進み、定太郎も同じ地の師範伝習所へ入った。伝習所はすぐ神戸へ移り、神戸師範と解消。入学年齢は21歳以上とあったが、 名敏な低太郎は16歳で許され3年間の寄宿生活を送った。その補助教師、牛乳配達、書道塾の教師などを務め、二小学者、早稲田専門学校、教立学校等を経て、大学予備門から、明治22年9月、26歳で帝国大学法科大学に入学する。在学中の明治25年3月、福原良二郎との協調。 国際司法を、近郊堂から出版する。明治25年7月、帝国大学法科大学を卒業し、内務省に入省する。明治26年11月27日、長井岩之城の長女、夏子と結婚。翌年の明治27年10月12日、長男、死を設ける。同年十月、徳島県参時官に就任。明治十八年五月、 栃木県警部長に就任。明治30年、衆議院初期官に就任。明治31年、衆議院初期官兼内務省参事官に就任。その後、内務省参事官兼内務事務官、高等文官試験官などを歴任する。明治32年、広島県内務部長に就任。明治十五年、宮城県内務部長に就任。明治十八年、 大阪府内務部長に就任。明治39年7月、原高市の命で福島県知事に抜擢され就任。知事として、保育所、幼稚園、農学校、商業学校、女子技芸学校に至る各種教育施設や公園、鉄道を作った。明治41年6月11日、カラフト町長官に就任。カラフトの森林資源開発。 パルプ工場建設、鉄道施設、港湾の整備、船舶の航路、丹田の開発などに尽力する。大正2年、南満州鉄道会社の総裁候補になり、新聞に名が上がる。大正3年6月、反西友会の農商務大臣、大浦兼武の策謀による、抗金流用疑惑のため、花孝氏に、唐太町長官の辞意を伝え、辞表を提出する。 大正5年5月、低太郎の公金流用疑惑、漁業資金、飲酒切手類事件に無罪の判決が下る。その後、低太郎は、南洋政党株式会社取締役、連ゲ鉱山合資会社社長などを歴任後、大正9年10月、東京市道路局長に就任するが、同年12月、東京市道路局長を辞任。大正10年11月4日、 定太郎の後ろ盾であった原隆氏が暗殺される。昭和5年8月22日、前カラフト町長官の定太郎を検証する銅像がカラフト神社に混流され、除幕式が行われる。昭和9年5月9日付の新聞に明治天皇の親筆と偽った書を売り裁く、詐欺乱主会として逮捕されていたことが顔写真入りで載るが、2ヶ月後の7月、 怪しげな連中にただ担がれただけと判断され不寄礎となる。昭和14年1月18日、妻、夏が海洋出血のため死亡し、その半年後、低太郎も軽い脳一血の発作を起こし、杖を離せなくなる。昭和17年8月26日、79歳にて死亡。お大事は、あ子の青少寺。孫、君だは、死。 万家一辺を作る。カラフト町長官時代に、王子聖師の大泊りへの誘致に、積極的に関わり、カラフトの政治、林業の発展に寄与した。また、漁業改革にも着手し、カラフト宅職の父として、昭和5年8月22日、豊原のカラフト神社に銅像が建てられた。カラフト長官辞任決定した翌々日。 大正3年6月7日のカラフト日日新聞には、本島に赴任して、依頼満6年、カラフト長地のほとんどを当初より、今日に至るまで、永遠として、本島の宅職にこれ図るの外また,たいなく、一位に帝国が北門の左翼を開発するに努めたるお帰りみふによて、五人は、市の今回の辞任をもって、大いに追尾しの念を禁ずるのをはず。平岡氏は、 世人の熟知するところのごとく、人面でいたる人材にして、しかも極めて積極主義の人なり、金賞なる財産と、金賞なる国庫補充金と、金賞なる財源の慎重力と思って、よくカラフトに、積極的なる、託職方針を試みたる人なり、進化を世間に認められおらざりし本島を、巧みに中央に紹介して、真の経済的価値を世間に示し、もて有力なる、 事業家を本当に誘致し、拓職と産業の流行等民間事業界の発達に求め、カラフト町と民間と相まって急速なる拓職の進歩を図らんとする、極めて巧妙なる拓職方針を定めたる人なりと記され、その在任中の業績を高く評価している。平岡慶太郎と妻夏、ありがとうございます。